九州鹿児島遠征のお話の途中ですが、今回は名鉄のお話です。最近は暖かくなってきたと思ったら、今日は再び寒くなりました。本日より運転の6000系による白帯白帯、復刻車をね撮影します。朝は晴れてたんですけれど、昼前は全体的に曇りました。さあ次ですよ。西尾から関係者のみを乗せた臨時列車です。はい、白帯復刻のね6000系取れました。団体臨時列車のはずですが、回送幕だったのがちょっと残念。西尾線と蒲郡線の始発終着駅の吉良吉田駅へ。吉良吉田からは蒲郡線で定期運用に入ります。最後はその蒲郡線内で撮影します。結構曇っちゃってますね。ここは晴れてほしい。この後メインの白帯が来ます。はい、まあまあ晴れたといった感じでしょうか。結構かっこいいですよね。わしは実際のね白帯車走ってた時代ねよく知らないのでね、懐かしいとか6000系にも似合うとか、いろいろ意見があると思いますが、どうでしょうか。これまでの名鉄の動画のリンクをエンディングに貼っときますんで、そちらもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。